犯罪ではないみたいな、今回15億という外交問題、戦争弁護士の観点から解説ができればなというふうに思いますので、今日は少しだけお時間ください。よろしくお願いいたします。はい、弁護士 YouTuber のビノです。今日もよろしくお願いいたします。さて、12月31日にとんでもないニュースが入ってきました。簡単に言うと、ゴーンさんが It's gone、 ゴーンさんが It's gone しちゃった話です。これは皆さん驚いたかと思います。え、逃げちゃうのみたいな、マジかみたいな、まあそういった話になってるんですけれども、ただ皆さんいろいろ疑問に思ったかもしれないです。あの後弘中先生が会見をされまして、犯罪ではないみたいな話をされていました。またじゃあなんでこれ逃げ得になっちゃってるのかというところも疑問に思われている方たくさんいるかと思います。その点に関して弁護士の観点から解説ができればなというふうに思いますので、今日は少しだけお時間ください。よろしくお願いいたします。まずそもそも保釈とは何なのかというところから入りたいと思います。これはですね、刑事訴訟法に規定があるんですけれども、保釈といっても2つ種類があります。1つ必要的な保釈、2つ職権の保釈、この2つに分かれます。で、今回ゴーンさんがされたのは職権保釈と呼ばれるものです。でですね、これ保釈って簡単に言うとですね、起訴された後に身柄の拘束を解かれる手続きのことを保釈というふうに考えておいていただければ結構です。はい、なのでゴーンさん、まあ変装して外に出てきたわけです。ただし、まあいろんな条件が付けられているというようなことが書いてあったかと思います。それどういうことなのか、ちょっと刑事訴訟法の条文読んでみましょう。刑事訴訟法にはですね、保釈を許す場合にはまず保証金額を定めなければならない。2個、保証金額は犯罪の性質及び情状、証拠の証明力並びに被告人の性格及び資産を考慮して被告人の出頭を保証するに足りる相当な金額でなければならない。3個、保釈を許す場合には被告人の住居を制限し、その他適当と認める条件をすることができる。はい、93条参考にいろんな条件がついている。条件をつけてもいいということで、裁判所が海外の渡航の制限やパソコンの使用の制限等をつけていたということになります。しかし今回ゴーンさん、これを破ってしまいました。そもそも保釈保証金と呼ばれるものなんですけども、今回15億ということでつけられていたと思うんですけれども、基本的には裁判が終わると戻ってくる性質の金銭です。つまり、まあ、逃げなければちゃんとゴーンさんの手元に戻ってきたものだというふうに考えておいてください。というわけで、じゃあなんで今回没収されてしまったのか、これも刑事訴訟法に規定があります。保釈を取り消す場合には裁判所は決定で保証金の全部または一部を没収することができる。はい、この規定に基づいて今回没収がされることになります。で、没収した金どうなるのっていうふうに言いますと、これ没収されているので国のお金、まあ国庫と呼ばれるところに組み込まれます。まあ、つまり国のお金になっちゃうということですね。まあ、税金と同じです。決して私的に使われるわけではありません。保釈保証金没収されてしまったんですけれども、逃げたことに関してなんか犯罪にならないのというふうに皆さん疑問に思われるかもしれません。確かに刑法には逃走の罪というものがあります。拘禁されたものが対象なので、保釈中のものに関しては成立しないというふうな形になります。要は要件を満たさないということです。ただし今回でいうと協力者が何人かいそうなんですよね。その方たちに関しては犯人隠避、いや犯人蔵匿といった、罪が成立する可能性があります。というわけでゴーンさん自身が逃走の罪に当たったりすることもないですし、犯人隠避、犯人蔵匿、まあ自分を隠すことは犯罪にはなりませんので、そういったことも成立しないということにはなってきます。じゃあなんでこれ逃げ得なのかという話があるかと思います。で、これそもそも論、まず大前提として刑事裁判をするためには被告人が原則として出廷しなければならないという規定があります。被告人が公判期日に出頭しないときは開廷することはできない。これ刑事訴訟法の第286条に定めがあります。これなんでっていうところなんですけれども、憲法には、裁判を受ける権利、適正な手続きが保障されているっていうところが定められています。
つまり被告人がいないところで裁判をやる、意見を聞かずに裁判をやるっていうのは国によってですね勝手に裁かれてしまうっていったところを許してしまうことにはなりますので、このような規定を定めているというような形になってきます。まあ、なのでゴーンさんが今海外に逃げてしまったので、まあ、この刑事訴訟法の規定に基づいて裁判の改定ができない、判決もできないし審理もできないということになってきます。ってことはこのままどうなってしまうかというと、まあ、裁判そのまま停止しちゃいます。最終的には控訴棄却というような形にはなるかとは思いますけれども、このまま止まったままっていうような形が、まあ、考えられるのではないかなというふうに思います。ところで皆さん、気になっているかと思いますけれども、なんで出国できたのという話です。これはあくまで推測の話なので実際にそうだったかどうかは分かりません。ただこういった技も考えられるよというのはあります。まずですね、それは何かって言いますと、外交関係に関するウィーン条約というのがあります。ここの条文の中にですね36条2項を読みたいと思います。外交官の手荷物は検査を免除される、この規定ですね。公道でですね外交官の車が走っていることを何回か見かけたことあるんじゃないかなというふうに思います。あの車ですね、手荷物検査も職務質問も所持品検査もされません。はい、これなぜか治外法権だからなんですよね。外交官の車ですとかそれこそ大使館っていうのは日本だっていうふうに考えられてないわけですよ。というわけで外交官が何かしらの形で協力をして荷物の中に紛れさせれば何も検査されないことになりますので、そこから出国できるという可能性は出てくるかなというふうには思います。でこの規定なんであるのかって言いますと、やっぱり外交官の荷物を、まあ、検査したりとか、まあ、外交官をいきなり逮捕してしまったりするとですね、外交問題戦争になっちゃったりします。まあ、そういったところを防ぐ目的もあるかと思いますし、治外法権、外国の主権を尊重するというところの趣旨からこういったウィーン条約というのが出来上がっているということを考えられます。これも一つの方法なので、実際にどうかというのはちょっとよくわからないというところになってくると思います。さて今回の件、弁護士の先生気づかなかったのかなっていう疑問はあるかと思いますけれども、やっぱりですねこれを協力してしまうと弁護士ばっ血が飛ぶところの騒ぎではなくなってしまう、まあ、犯人や犯人蔵との可能性も出てきますので、これを弁護士が主導するってことはなかなかないんではないかなというふうには思います。ただですねかなりの社会的責任が生じますので、そのうち何かしら会見をされるとかいうことはあるんではないかなというふうには思いますけれども、もう本当にですね懲戒処分されてしまうっていう可能性もないわけではないと思います。ただやっぱり弁護士の観点からするとこれを協力するっていうのは非常にリスキーですし、なかなか協力していたっていうことは言えないんじゃないかなっていうふうには思います。まあ、さてここまで皆さんどうでしたでしょうか。ゴーンさんがいつゴーンしてしまった話についてお話をさせていただきましたけれども、いろいろ法律があってそこをうまくついてやっていくっていう方たくさんいらっしゃるかと思いますが、皆さんは決して法律を悪用しないようにしてください。はい、皆さんチャンネル登録、それからいいねの方よろしくお願いいたします。これからもいろいろな、話題について触れていこうかなというふうに思いますので、皆さん何か触れてほしい話題とかありましたら、ぜひぜひコメントの方もよろしくお願いいたします。それでは皆さん今日は以上となります。バイバーイ。